曹操軍は関東で袁紹軍を破った。袁家は勢いを失い、やがて滅亡。曹操は天下に一番近い男となる。一方、江東の孫権は兄孫策の死後、勢力を受け継ぐ。だがその戦力は曹操に及ばなかった。劉備も未だ領地を持たず、慶州の劉表を頼っていた。信也を与えられてはいたが、兵力はないに等しい。世はまさに曹操一強の時代を迎えていた。そうか、袁家が滅んだか。はっ、袁紹の一族はことごとく討たれた模様です。残された袁家の兵馬は曹操が接収したとのこと。分かった。お前たちは引き続き曹操の動向を監視してくれ。承知いたしました。中原から河北一帯の掌握、曹操はまさに憂飛したか。だがならば孫悟はどう動くべきか。このままでは曹操には勝てん。はっ、せい。おお殿、新参の者たちの様子はどうだ。筋はいいようです。ほう、周隊が褒めるとはな。これはよほどの傑物が集まってくれたようだ。連部やめ。お前たち殿に挨拶せんか。これは気づかず失礼いたしました。自分は序文卿と申します。殿が人材を求めていると聞き、ここに。それがしは天正苑、ふるさとの美しき風景を守るため参りました。私は陸白玄と申します。陸家の再興を期し、孫悟のために尽力します。そしてこの俺、守義法もいます。孫権殿の学友としていつでもお役に立ちますよ。主膳は相変わらずだな。みんな私の呼びかけに応じてくれたこと感謝する。知っての通り、今孫悟の置かれた状況は厳しい。北には曹操、南には三越雷民族、これらに対抗するための新しい力が必要だ。私は孫悟を守りたい。父と兄から受け継いだこの地と夢を守りたい。皆力を貸してくれ。はっ。孫策が行ってから3年、領内の安定と人材の登用に尽力してまいりました。それらの成果も未だ十分とは言えない状況です。しかしそろそろ動かねばなりません。曹操は北を制し、中原の覇者となりました。南進はもはや時間の問題です。これに対抗するためには河口の曹操を攻め、商工河岸を抑えねばなりません。商工を天然の堀となし、曹操の軍を防ぐのです。父上は曹操の配下、旅行に撃たれた。いわば曹操は仇、撃つことに依存はない。だがその先に待つのは曹操の大軍。本当に大丈夫なのか周囲。そのための策を講じるのが私の責務です。周遊。何の、そう深刻になることはありません。たとえ勝てずとも負けねばよいのです。曹操と天下を分け合い、北と南で均衡を保つ、すなわち天下二分。そうですな周遊殿。ロシクの言う通りです殿。当面の間、曹操とは決戦を避け、力を蓄えるのです。
うん。周瑜とロシク、二人の知者が口を揃えるか。ならば、私から言うことはない。ところでロシクよ、本当に良かったのか。縁があったとはいえ、私に仕えてくれるとは。私はまだ何も成していないのだぞ。だからこそお仕えしたいのです。孫賢殿は必ずや大業を成すお方。これからの道、どうか俺の力を使ってください。それに孫家に仕えるのは亡き孫賢殿との約束。あの時の言葉も思いも俺の中に生きています。そうか、ありがとうロシク。きっと父様がロシクを連れてきてくれたのね。会談中失礼いたします。姫様、お呼びと伺いましたが。ああ、レイシー、ちょうどいいところに来てくれたわ。紹介するわ、兄様。私の護衛を務めてくれているレイシよ。これから何かと一緒になると思うわ。だから一度紹介しておこうと思って。ベンシと申します。どうぞお見知りおきを。あの、孫賢様。あ、いや、すまない、少し考え事をしていた。レイシよ、将校のことよろしく頼む。はい、この身に変えましても。兄様そういうことね。さあ、そろそろ行きましょうか。酵素を攻めて過去を抑えるのよね。うん。皆、高等の虎は健在なること天下に示すのだ。久しぶりの大戦、しがたぎるわい。さて、まずは関東たちと合流せねばの。おお、みんな集まっておるな。準備は万全。一丁派手にやりましょう、周瑜殿。ああ、これより我々は酵素を打ち過去を抑える。すでに両僧殿が過去に向けて出発した。皆には本隊を率いて先発隊と合流してほしい。承知しました。新参なれど遅れは取らぬよう尽力しましょう。しかしロシクよ、お主が来てくれるとはの。演術の元を去った後はくすぶっておりました。こうして皆さんと靴輪を並べられるのは行幸です。俺を迎えてくれた殿には感謝の言葉もありません。お前と初めて会ったのは演術のところを訪ねた時か。あの時の殿はおっかなかったな。孫賢殿と孫作殿は残念でした。俺は二人の英雄に仕える機会を逸してしまった。だが最後の英雄に仕える気は得た。おっしゃる通りです、帝公。この俺の全てで殿をお支えしましょう。ふん、その覚悟のほど戦場で見せてもらおう。よし、ではそろそろ行くとしようかの。時をあげるぞ、大殿の頃よりこの役目は。やらいでか、いざ進まん。孫後の将兵よ、関東、なぜわしのセリを奪う。いや、たまには俺も目立ってもいいかなと。そのようなことでわしの規制をそぐでないわ。まあ良いではありませんか。時の声はいつも俺たちの胸に響いている。ふん、くだらん。行くぞ、若輩者ども。なあ、いいですな、周瑜殿。頼もしくもあり、
楽しくもある。孫悟の軍、これほど居心地がいいものとは。ああ、だからこそ私は皆を失いたくないのだ。失うとお考えで？このまま曹操とぶつかれば失情。武門孫悟は他の諸侯群雄とは違う。心を通わせ真偽を交わした者たちの集まりだ。だがそれでは曹操にはかなわない。帝を擁し道理で天下万民を従えんとする曹操には、私は孫悟を国へと作り変えねばならない。仲間や家族であることの次の段階へと。情勢は急転している。間に合うかは賭けだ。だが私はそれを果たさねばならん。孫策から託された天下への夢のために。なるほど。ならばその賭け、俺も一口乗らせてもらいましょう。はい、どうも、カミナンゲームズ、カミナンです。今回の簡単秘密を終えると郊外続きやっていきたいと思います。皇女様に忠告、孫権の軍が我らの城を包囲した模様。皇祖の軍、何？己孫権め、いや孫権よりも関名だ。奴は何をしていた？あの役立たずめ、関寧に命じ城の包囲を破らせよ。所詮は水族、いくら死のうと惜しくないからな。見ておれ孫権、父親同様血祭りにあげてくれる。兄貴大変だぞ。どうした？孫悟の連中が全て来やした。なんとかしろって皇祖様が。ったくめんどくせえな。しゃあね、喧嘩の準備だ。けど兄貴、このままでいいんですかい？皇祖の野郎、俺たちを捨て駒扱いしてるんですぜ。このままあんな奴の下にいても俺たちは。余計なこと考えてんじゃねえ、死ぬぞ。すいません。捨て駒上等。俺たちが自分を捨てねえ限り、俺たちは俺たちだ。行くぞ野郎ども。生きるも死ぬもてめえの腕一つだ。派手に暴れてやろうぜ。龍刀じゃない、あなたも来てたのね。ええ、まあ父上のお供ってやつですよ。両も孫将校。しかしその両僧の姿が見えないようだが。父は先に加工場の方位に向かいました。で、俺は留守番ってわけです。殿の到着を待って護衛するよう言われました。護衛？この周囲にまだ敵がいるということか。ええ、両毛殿、どうも妙な遊撃部隊がいるらしい。合流してくるはずの皇族が全然来ないんですよ。多分そいつらにやられてるんでしょう。ここだっていつ襲われても不思議じゃ。敵襲！敵襲！ああ、これだ。まったく悪い予感なんて口にするもんじゃないね。殿、背後に敵部隊が現れました。急ぎお逃げください。うろたえるな。いたずらに逃げ惑えば損害が増すぞ。皆を私のもとに集めよ。ここで敵を迎え撃つ。はっ、直ちに。頼むぞ両党、父に負けぬその武勇、今こそ示してくれ。ええ、分かってますって。ここが両功績の腕の見せ所ってね。野郎ども、狙いは大将首だ。雑魚には構わず突っ走りな。おい、おい、おい、やれやれ。
つまで思っていたらやりやがるぜ。ここらで引いとくか。野郎ども、ずらかる準備だ。へえ、やるじゃねえか。ただの三下じゃねえな。おめえ何者だ。相手も知らずに突っ込んできたのか。やれやれ、高祖の部下にはバカしかいないようで。うんだとおめえ。そこまでだ。この状況突っ張ったところでお前に勝ち目はないぞ。高祖の将よ、いい戦ぶりだ。名を聞いておこう。かんねえってんだ、覚えときな。そうかんねえよ。私を襲ったのは高祖の名家。ああ知るかよ。喧嘩で敵の頭を叩くのは当然だろ。味方の援護もなくこの貨幣でか。高祖にすりゃ俺らはどうでもいいのさ。水族上がりの捨て駒ってな。なるほど、お前は自分と仲間たちのために死地をかけたのだな。カンネイ、私の元に来る気はないか。と、殿。あ？何言ってやがる。私は仲間を求めている。夢を叶えるために、強く大きくなるために。お前のような男はぜひ仲間に迎えたい。それに仲間のためにかけるお前がどこか懐かしいのだ。私たちが失ってはならないものをお前は持っている。殿、本気ですか。ああ、本気だとも。孫悟の明日を切り開くためにはより多くの勇士が必要なのだ。おめえまさか。私は孫忠坊、孫悟の主だ。おめえ、いや、あんたな。ち、今日が冷めちまったぜ。野郎ども、引き上げるぞ。観念、まだ返事を聞いていないぞ。まだ喧嘩の途中だ。俺を倒せた。考えてやってもいいぜ。さかんねが言ってしまったと。かんねでした。殿、お怪我はありませんか。大丈夫だ、リョモ。この程度の戦い、どうということもない。よもや敵将を誘うとは、驚きました。お前の目にも無謀に映ったか。明暗だと思ったのだがな。まあ確かにそこそこ腕は立ちましたけどね。なんだ、リョウト、奴を認めているのか。腕が立つことに敵も味方もないでしょう。まあ話してて腹も立ちましたけどね。しかし過去を制圧、侮れない戦いとなったな。先行した両僧が気がかりだ。急ぎ合流しよう。両党も一緒に来てくれ。改めて私の護衛を頼む。了解、任せてください、殿。伝令！さあ、また大変です。伝令が両僧様が。どうした、父上に何かあったのか。両僧様、戦士撃ったのは敵将観音とのこと。なんだと。バカな、観音は今さっきまでここにいたのだぞ。おそらくはその前に両僧様を。おい、よしてくれよ。冗談きついっての。観音、奴が父上を。待つのだ、両僧。一人で流行ってはならん。抑えよというのが無理か。皆私に続け。これより高祖を討ち、戦を終わらせるのだ。
旧敵光祖を討ち、孫悟の明日を切り開く。皆力を貸してくれ。本陣を攻めるなら今だ。者ども力の見せ所だぞ。勢いに任せるだけの攻めか。弱敗の青臭い策など通用せぬぞ。これが勝敗の分かれ目だ。全力で敵本陣を奪い取れ。引くしかないわ。これが孫悟の底力というやつか。これで本陣が脅かされることはあるまい。今より反撃に出る。兵たちよ、我が輩に続け。我が軍の兵が次々と。敵本陣は手薄じゃなかったのか。後悔、この程度の活躍に浮かれるな。お主にはさらなる活躍を期待する。孫悟のやつも泣きやがったな。鈴の観念の喧嘩、今日こそ見せてやるぜ。やってくれるじゃねえか。けどいい喧嘩だったぜ。喧嘩すると相手のことがよくわかる。郊外と話をする。おめえらはすげえ熱い。俺が震えるくらいによ。酵素の下じゃこんな感じは味わえねえ。俺はおめえらと一緒に暴れるぜ。いい喧嘩させてもらった例に教えてやる。西の参道に行きな。すぐに城の裏を取れるぜ。観念を飲んでいた。伝令、観念殿が敗走し消息不明です。敵に捕らわれたやもしれません。役立たずめ。南が手薄になるではないか。直ちに兵を送り参道の守備を固めよう。この村、私たちに味方してくれるんだって。こちら。でもそのせいで酵素に狙われてるみたい。郊外。私が絶対にこの村とみんなを守ってみせるわ。よし、ここで来たわね。ここは絶対に引かない。酵素の軍なんか負けるもんですか。力も来るみたい。けど村は絶対守ってみせる。え、さっきので終わりじゃないの。今度こそ最後ね。全部打ち取るわよ。酵素の兵はもう攻めてこないみたい。やったわ。村を守りきったのね。続いてこちら。やっぱり来やがったな。俺も行くぜ。おめえらと一緒に酵素を倒す方が面白そうだ。観音様、まさか裏切ったのか。それなら孫権軍もろとも押しつぶしてやれ。なんと、ダメだ、こいつら石こりじゃ止められねえ。ここまで来りゃ加工場まで一直線だ。さーて、派手に暴れるぜ。孫権のせがれめ、あくまでわしを撃つ気か。者ども、油断するな。船に合図を送るのだ。敵に矢の雨を降らせてやれ。兵器を稼働させよ。あれだけ数があれば奴らも手に負えまい。よろしく。貴様らごとき、わしが父の仇は討った。だがまだ終わりではない。我らの戦いはここから始まるのだ。父孫文代の仇、酵素は討ち果たした。みんな勝ちどきをあげよう。これで曹操の南進に備えることができる。みんな本当によくやってくれた。我ら新参も縮小の皆様と共に戦うことができた。
この勝利、喜びもひとしおというところか。ああ、俺たちも活躍できたしな。やれやれ、また調子に乗りおって。いいじゃない、本当にみんなで頑張ったんだもの。まったくです、少子一丸となって孫悟の未来を開けたのですから。周遊様嬉しそう、なんだか私まで嬉しくなっちゃう。しかして孫賢殿、この者の初段いかがなさるおつもりか。殿、俺に任せてくれませんか。この後一体どうなるか。まずは父上の仇だったら俺が決着をつけるのは道理でしょう。それとも、俺が倒した奴の中におめえの親父がいたってのか。どうでもいいぜ、よくある話だろ、そんなもんはよ。待つのだ、リオト。観念よ、私との約束を覚えているか。お前を倒せたら私の仲間になることを考える。そうだったな、殿。本気で言ってんのか。俺はあんたの仲間を散々切ったんだぞ。言ったはずだ、私には一人でも多くの仲間が必要だと。カンネ、お前は何を望む、何を求めて酵素に仕えていた。さあな、んなこといちいち考えちゃいねえよ。ただ突っ走ってなきゃ収まらねえんだ。水族をやってようが酵素に仕えてようがよ、俺の中の何かがずっと渦巻いてやがる。逆に聞くぜ、あんたと行けばこの気持ちが収まんのかよ。ああ、そうだ、観念、この孫中坊と共に来い。お前の熱きたぎりで孫悟の明日を切り開いてくれ。面白え。んーじゃ世話になるとすっか。殿って呼びゃいいんだよな。認められるかっつの。殿、俺は認めませんよ。両党、お前は父の後を継ぐのだ。両層帰化の兵らは今より全てお前に預ける。そんな、ちょっと待ってくださいよ、俺はまだそんな。誰もがそうなんだ、自分にはまだと思いつつ自分の時が巡ってくる。私とてそうだった、だが時が来たならば立たねばならん。私もお前もだ、リョート、私に力を貸してくれ。殿、ちょっと詰め込みすぎですって。俺は今何から考えればいいのかも分かりませんよ。すまない、だがお前ならば全てを返し前へ進めるはずだ。殿。やはり虎であったな、周囲よ。孫賢殿とも孫作殿とも違う。しかし孫うことなき猛虎よ。はい、殿は必ずや真の王者となりましょう。伝令、殿、急報にございます。どうした、何があった。曹操が大軍を率いて南進を開始しました。慶州牧の劉曹は戦わずして降伏を決意しました。曹操軍はその勢いを保ちつつさらに南下を継続、このまま長江まで達する見込みです。なんだと、曹操、もはやそこまで手を打ってきたか。あ、油林衝突。周囲、曹操の動きはどうだ。は、曹操の軍はすでに長江河岸に迫っています。相手は兵力で勝ります。長江を越えられれば退けることは至難、ゆえに何としてもその手前で押しとどめる必要があります。この一戦はあくまで時間稼ぎ、
敵を制し対策を講じる時を得るためのものか。時間稼ぎであれやるしかあるまい。手をこまねいていては孫悟に明日はないからの。いやいきなりとんでもない状況だな。まあなんとかするか。こういう時のために俺たちがいるんだ。頼もしい限り宿将の皆様の力頼みとさせてもらいましょう。なるほどな。おめえらの強大な敵ってのはあの曹操だったのか。面白え。喧嘩の相手としちゃとびきりの上物だ。血がたぎってきたぜ。皆頼んだぞ。優先せよ。しかし死ぬな。必ず生きて私の元へ戻ってくるのだ。では参りましょう。孫悟、私たちの帰るべき場所を守るために。曹操に長江を越えさせてはならん。何としても奴の進行を食い止めるのだ。戦線を押し戻したいところですが、それには曹操を一度退けねばなりませんね。戦況の戦い。チッ、水族などに遅れを取るとは。へえ、水上戦には不慣れみてえだな。足元がふらついてるぜ。したことなかったな。水の上じゃあんなもんか。水上の戦い。我ら五人がお相手いたす。曹操軍が武の髄、目に焼き付けられよ。あいつら強いな。どうりですごく運が目立っているわけだ。ここは引くしかあるまい。私たちの美しい陣立てが破られるとは信じられません。下がることなどあってはならないのに無念です。戦力ではこちらが優勢だと。やめてくれ。見落としがあるというか見事な武勇でござった。またいずれ再戦せん。陸上の戦い。どうにか勝ったが、曹操軍は強えな。まず続いてこちら。ここは傷ついた兵の夜で、何があろうと守り抜く。これ以上皆は傷つけさせません。私があなた方を止めましょう。傷ついた皆を守れなかった。許せてくれるわ。どうや。負傷兵を守れぬとは無念だ。拠点に薬が残っていました。ここで回復できそうですぞ。敵の進路は想定通り。ここで迎撃します。止められない。
すみません。撤退します。いいね、伸びた。うわ、こっちだ。補給地点を失えば、我が軍は劣勢に。断じて渡すわけにはいきません。血を守れぬとは。とは、申し訳ございません。ここは引かざるを得ないようですね。未熟よの年季が違うわい。天霊、ジュイク様が敗走。補給地点が敵に奪われました。補給を阻まれるとは、敵も一筋縄ではいかぬようだな。天霊、孫権軍二方向から迫ってきています。孫権の強撃策にはまったか。まんまとしてやられたわ。もてなしの準備は整っている。ゆっくりしていくといい。ここに来る予感はしてたんだ。だから兵器をたくさん用意しといたぜ。孫権軍がこれほどやるとは。なんか嫌な予感がするぜ。まさか備えが足りなかったとはな。しょうがない、潔く引くとしよう。この地はいただいた。これで策の幅も広がるというもの。未熟よの年季が違うわい。この兵器は工場にうってつけです。ぜひ運んでいきましょう。曹操様の邪魔はさせねえだよ。おいらが相手だぞ。兵器を運んでまいりましたぞ。早速打ちかけてやるとしましょう。あと芝居のですか。さあこちらをやって、まさかここまで巻き返すとはね。なかなか厳しい状況だ。ならばこの芝中達にお任せを。我が力をお見せしましょう。これはまずい。何かいい手を考えないか。こう焦っても良いことはないわ。あと芝居のですか。あら、減ったから、今日はここまでだ。さあ、残りはもう一人のみ。ここは引かねばならんか。だが我が波動はまだ消えたわけではない。よくも抗うものよ。だがわしの歩みを止めることはできぬぞ。どうにか曹操の進行を食い止めたか。だが奴はすぐに体勢を立て直そう。いや、この後曹操とどう相対する。孫権にとって最善の道を探らねば。やったの。見事曹操軍を追い返してやったわい。大軍を要してこの結果とは、曹操も未熟な若輩者に過ぎぬか。戦勝、まずは頂上。このまま急ぎ曹操と対話すべきです。武林での戦に勝った今こそ講和の好機。こちらの条件も通しやすいでしょう。果たしてそううまくいきますかな、長将殿。だよな。曹操は天下を狙って大きく動いてるんだ。この程度の勝ち負けで講和まで考えるかね。ならばいかにして曹操の大軍を防ぐ。今や天下に曹操に対しうる者などおらん。我ら孫武が単独で戦って勝てる相手ではないのだ。故にここは講和の一手しかあるまい。まず大きく条件を出し、少しずつ引けばよい。そのための好機が今だと申しておるのだ。殿、曹操軍の使者として曹丕殿が参られました。お、義の使者曹丕がやってきた。先の孫武の戦ぶり見事だった。我が父曹孟徳も痛く感心したようだ。
ついては孫権殿と狩りに興じたいそうだ。水軍80万を率いての狩りをな。80万、断ればどうなる。うん、さほど結果は変わるまい。暴れる虎は狩られるだけのことだ。聞きましたか殿、とても早々には太刀打ちできませんぞ。殿、俺は劉備に会ってきます。この状況変えうるのはあの男でありましょう。劉備か。曹操に敗れ慶州を脱したと聞いたが、なぜか曹操は劉備を執拗に狙っています。奴にとって劉備は何らかの脅威なのでしょう。それが何か、劉備という男が何を持っているのか、劉備と会い確かめてきましょう。そこに曹操打倒の希望もあるやもしれません。わかった。劉備のことはロシクに任せる。曹操と戦ったとて勝てる見込みはないに等しい。それは長将の言葉の通りだ。だが戦わねば座して死を待つようなもの。父上、兄上、私はどうすれば。曹操軍と孫吾の戦力差は歴然。だが降伏したところで孫吾の明日はない。おそらく水上での戦の練度は孫吾が勝る。しかし相手は80万の水軍だ。濁流に飲まれるように打ち破られるだろう。教えてくれ孫策、この難局に私はどう立ち向かうべきか。はい、以上神庵でした。バイバイ。